津原や一兵は、江戸時代の藩元である。江戸出版業界の採用手津原や模平の、のれん分け店の一つ。号は猿古障堂。平賀源内、森島なから、杉田玄白ら蘭学者の藩元として、当時として革新的な書物を多く手がけた、個性派として知られる。法歴から、文化年間に活動した。日本橋室町三丁目、道二丁目。 日本橋本国町4丁目、安永3年に、日本橋本町2丁目、安永4年に、日本橋北室町3丁目西側と拠点を転々とした。ヘズツ盗作の着手、桃二郎が奉公した、物類品質、1763年間、平賀源内著、国立科学博物館の展示、活動は、 日本橋室町三丁目における法歴十二年の、竹部あやたり諸、関陽災画府の観光に始まる。法歴十三年には、平賀玄内諸、物類品質の版元となり、玄内やその周辺の蘭学者の書を多く手掛けた。安永三年には、幕府の弾圧を恐れながらも、解体新書を刊行する。完成四年五月十六日に林志著、林支平諸、 三国通乱図説が幕府に見とがめられ、絶版になり半義没収及び、重化料に課された。文化三年の文化の退化で被災し、土蔵を持たなかったため大きな打撃を受けた。文化四年の、ユリチアイタカ、文化五年の、三十七前伝乱化夢を最後に、単独出版が途絶え、文化八年に二代目が死去してからは、共同出版のみに携わった。文世紀には、 経営が母兵に委ねられ、三代目の死後、ついに休株となった。墓所は、浅草の善隆寺。須原や一米5月6日、須原や、一米僧は6月9日、須原や一米和文8月9日。森千蔵、ヘズツ盗作の生涯、ハット AB 松田康よ、重定会耐震書の出版に関する一つの考察、松田康よ、造反目録の分析によるすり年代識別法。 初室払や一米の造反目録を事例として、ありがとうございます。